どうもこんにちは、タツリのブンブンマンブルライフへようこそ。さあ本日はやってまいりましたよ。見てください、なんとですね、我がテーラーメイドとネットブルーさんがですねコラボするわけでございまして、なんと今日ですねテーラーメイド銀座店でトーリーを行います。パーティーですよ。めっちゃ緊張した。いやなかなかねパーティーとかこうないんですけども、テーラーメイドさんにちょっとお招きいただきまして来たわけなんですが、一応僕もちょっとシティーボーイなんで、東京のシティーボーイなんで、まあ、慣れてないこともないわけですよ。この凄さをもっとこう伝えられる手はないかなと思いまして、今日ある方をゲストにお呼びしております。ちょっと電話をかけていこうと思います。はいはい、お疲れ様です。どの辺にいますか今？あと5分ぐらいで近かった。お出迎え行きますんで。はい。バカが。まさかこんなことになってるとは思ってないでしょう。ということでじゃあ待っていきましょう。タツニーのまんまんま。今 LINE で着くという報告が来たので、ちょっとじゃあ外に出迎えに行こうと思います。デッパくんでございます。いや岡崎からなんと東京の銀座、ちょっとあちら映してもらってもいいですか。銀座ですよ。ようこそお越しいただきました、はい、なんと今日はですねテーラーメイドとレッドブルさんのコラボの企画でちょっとパーティーをやる。パーティーを。そうですよ、パーティー慣れてるでしょ。まあ、もちろん初めてだね。もちろん初めてですか。聞いてないじゃん。なになになに、あ、なんすか。聞いてないじゃん、嘘じゃん。なに、じゃあ服装も一応聞いたよね。そうそう、一回 LINE で聞かれました。何着てったらいいって。あ、何でもいいよって言ったよね。聞いてないじゃん。聞いてないじゃん。おい、やってるってそれは。聞いてないじゃん。ジャケット、ちょっと、いやもうこれもうジョロジョアレ周りでスーツですよ。ほら、T シャツ1枚の可能性まだ今日は。いや、正直言って想像しておりました。もちろんわざと言わなかったので、まあ、だし、あと中今から入ってもらったら分かるんですけど、僕だけですこんな格好してるの。うん、なんかね、ちょっと思った。ちょっと思いました。逆に浮いてるね、今。ちょっとふざけちゃったなっていう。このパーティー6時半からで、しかも一般の方は、今日入りいただけないと、VIP だったり、インフルエンサー等の方しか入れないパーティーなんですが、その審査をデッパ君超えました。絶対に超えてないんだよな俺って。岡崎って変な場所で、普通の東京のインフルエンサーからしたらめちゃめちゃ売れてる。実は俺って別に入れる人だ。めちゃめちゃ正式に OK もらって、今日しかもこれちゃんとしたテーラーさんの案件の動画です。だからじゃあ違和感あるなと思ったの、カメラ持ってる人が違うから。そうですね、いつものあのカメちゃんじゃないんですよね、うん、いやここでこんな話してもあれなんで、で、この格好を立たせます。でまだパーティー前なんですけど、今日は特別にちょっと許可を得てですね、先に入らせていただきます。ああ、そういうことね。はい、じゃあとりあえず行きましょう。もういいよ、わからない。どうぞ。デッパさん、ようこそテーラーメイドへ。ようこそ。はじめまして。はじめまして。テーラーメイドとか、ああ、きっかけになったきっかけからずっと今日まで。あ、そういうこと。いや、いいお世話になってます。いやいや、もうここです。アキラさん、今日ってどんな動画なんでしょうか。あの、有名なネットブルーシーテーラーメイドがコラボした商品のローチパーティーになります。あ、なるほど、そういうことだ。ちょっとレッパにレアプレゼントしてあげてくれますよ、頼んでたんです。何それ。なんでちょっと今からいいんすよ、そのコラボ商品も含めてプレゼントでございます。なるほど、もらえる、もらえちゃうの。もらったら帰っちゃおうか。ダメです。え、レイアウト早速。あ、じゃあそういうことでね。はい、続いていきましょう。ここにあるのがアパレルのコレクションになります。パーカー、T シャツが基本的にはメインで、はいはい、あとはタオルだったりだとかっていうのでありますね。でも一番のメインは、今日すごステルス2プラスコラボ用のね。そうです。すごいっすよね、これちゃんとカバーまで変わってます。僕の勝手な個人的な感想ですけど、マジでワンチャンプレネ作るんじゃねえかっていうようなプレ雪らしいので、ちょっと早めにチェックしていただきたいなと。まあ僕が早く動画を上げないといけないですけどね。じゃあ、ゼッパさん、さすがにちょっとクラブはいただけないので。ちょっと腰に刺して帰っていけないの。これはね、本当に何欲しい。え、これ選んでいいですか。選んでいいって、ずっとマジで。だったら、みんな着てるからパーカー欲しくない。それはこれすでに刺繍だし、めっちゃ可愛い。裏もちゃんとプリント入ってて、めっちゃ可愛いじゃないですか。パーカー1枚、茶シャツ1枚しておきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それで今着替えちゃう。あ、まあそうだよね、せっかくだったらね。着替えていきましょう。
ます？マジでギリギリだし、これ使えてる？やばい、無理かも、全部自爆かもしんないこれ。これ何の音楽かっていうとね、DJ さんが来てるんですよ。マスカット味、パッションフルーツ、普通のレッドブルが入ったお酒です。なんでじゃあ僕はじゃあパッションフルーツです。ありがとうございます。おい。すごい。すごいね、何これ。ゴルフクラブさせられてる。この後19時15分から開始いたします。ご用意しております。なんこれ、こんなとこまで入るの。ちょっとパーティーやりすぎ。パーティーです。行きましょう。それでは最初を飾ってくれるのはフリースタイルフットボーラートクロでした。そしてこの後はですね、ドラゴン大会を行いますので、皆さんぜひぜひご参加ください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは引き続きパーティーの方楽しんでいきましょう。ということで、今から地下の方でイベントがもう一つあるんですけど、そこでは僕がちょっとお仕事しますので、ゼッパ君にもカメラを持ってもらって遊びに来てもらおうと思います。さあ、これよりドラゴン大会を行うんですけれども、ここを一緒に MC してくれる岸田さんでございます。よろしくお願いします。一言お願いいたします。今ドラゴン対決とおっしゃいましたけど、はい、プロにドラゴンで勝てんのかってなかなか難しいじゃないですか。そうですね。僕なりにちょっと皆さんに勝てるルールをちょっと提案したので、はい、ということで今日はよろしくお願いします。お願いします。これよりプロが来るんですけれども、対決していただく方、ぜひあれこそはという方挙手をしていただきましてですね、チャレンジャーの方が申告していただいた飛距離に近い方が勝利となります。打っていただく回数はチャレンジャーが2回、プロが1回となります。近くて勝利した方にはこちらをプレゼント。1ボックスです。これはすごいっすよ。あれ全然嬉しそうじゃないですね。本当に。もう1回いきますよ。景品はこちらでーす。最初のプロをお呼びしたいと思います。久常涼プロです。じゃあ久常プロに勝ちたい、勝てるぞと思う方、ぜひ挙手をお願いします。あ、ありましたよ。じゃあどうぞ、こちらの方に何ヤード設定しましょう。ドラゴンの勝負がしたいんで、はい、400で。 400? もうガチ勝負。だからもう飛んだ方が勝ちってことですね。任せてください。おお、すごい。1回目の挑戦です。お願いします。お願いします。おお、力強い。記録は172ヤード。こんなもんじゃないっすよね。いや本当ですよ。2回目のチャレンジお願いします。おお、
さあ記録伸びておりますよ。さあ浅田さん277ヤード。拍手お願いします。さあここはでもプロのね、はい、本気っていうのを見たいですから満振りいただきましょうか。じゃあお願いします。うわー、すごい。うわー、記録をお願いします。342ヤード。うわー、久常プロの勝利です。おめでとうございます。よろしくお願いします。これこちらプレゼントございます。おめでとうございます。うまい。おめでとうございます。うわー、うまい。おめでとうございます。やりたいぞって方、参加したいという方いれば、え、やりたいじゃん絶対。やりたいじゃん。たっちゃんが一回やったら、いや、よし、分かった。じゃあ俺がやる。お、じゃあ岸田君よろしくお願いします。俺がやる。ちなみにゴルフ歴は、ゴルフ歴は10年ぐらいになりますよ。10年ぐらい。ベストスコアは、ベストスコア70でございます。お、ほぼプロ。すごい。じゃあ勝ったら誰かにボールプレゼントしますから。おー、じゃあ飛距離はどうしますか。350ヤードでお願いします。おお、それでは。おー、いいね。おー、いいね。あー、いいね。じゃあ1回目のチャレンジお願いします。おー、いい音。うわー、巻いちゃってる。ちょっと記録をお願いします。309です。309。おー、でもじゃあ2回目のチャレンジ、もっと飛ばしていきましょう。もっと飛ばします。2回目のチャレンジお願いします。はい。ほらー、どうだ、飛んでるのか。いけ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 。おー、いけー。記録をお願いします。はい、327ヤード。おー、すごい。327。いや、頼みます、マジで。いきます。では、久常プロ、準備をお願いします。ちょっと翼を授けてもらいます。お願いします。うわ、飲んでる飲んでる飲んでる。すごいの、すごいの、すごいの、 ごいの。おぉ、みなぎってる。これでいきますよ。では、準備ができたら教えてください。翼授かってるな。いきます。お願いします。やっと、うわー、捕まった。でも飛んでる。行け行くな行くな。おおおおおおすげえ。記録をお願いします。はい、347ヤードです。3位は3ヤード。ということで、久常プロの勝利です。おめでとうございます。さすがプロでございます。ちょっとこれ、僕テーラーメイドの権限を使って、はいはい、今から僕にじゃんけんで勝った方にプレゼントがどうでしょう。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はい、よっしゃ。さあ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんチョキ。グーの方、グーの方前に、グーの方前に。プロにじゃんけんやっていただきます。僕ですか。はい、最初はグー、じゃんけんポイ、パー。あ、あ、おー、おめでとうございます。どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。やってみていかがでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。岸田くんどうでしたか。いや、もうちょ、ほんと違いますね、やっぱり341は出ないですよ、本当に。、ね、今本当にあのツアーの忙しい中ですけど、はい、お越しいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。改めて久常プロに大きな拍手をありがとうございました。ありがとうございました。参加するメイトしかないこちらの楽曲、挙手をお願いいたします。そこのあなた、参加をお願いいたします。プロでお聞きしてもいいですか。じゃあ設定をお伺いしたいと思います。240。ありがとうございます。それでは準備をお願いします。さあ、ということで今回のコラボ商品、レッドブルーのドライバーを使っていただきましょう。それでは電波のチャレンジ1回目お願いします。さあ、どうでしょうか。240が設定となっています。88ヤード。頑張れてた。はい、では2回目のチャレンジお願いします。恥ずかしい。あの、緊張に強いタイプじゃないので、はい、はい、記録をお願いします。167ヤードです。はい、帰っていただきましょう。はい、いや、待ってください。まだプロのチャレンジがあるので、ワンチャン勝てるかもしれませんからね。そうだよね。まだチャンスはございます。それでは松丸プロ、お願いします。うわー、綺麗ですね。おー、すごい。えっ、
240ヤードです。チャレンジャー240ヤードでーす。おー、ありがとうございます。それでは、ディアカちゃん、大きな拍手お願いします。ありがとうございました。見ていかがですか。やっぱり女子プロの方は本当にこの精度っていうのが本当に見ものですよね。男子プロは本当に距離を飛ばしていますけども、女子プロは本当ドライバーまで本当5ヤード刻みとかで挑戦していきますので、本当にすごいなという一言でございます。ありがとうございます。素晴らしいスイングの結果でございました。今一度お楽しみお願いいたします。すごいね、ちゃんとお仕事してたね。いや、久常プロちょっと応援したいですね。いや、これをきっかけにね、応援する人っていうのがね、増えたら嬉しいよね。見てくれたら嬉しい。ノリも良くてね、なんかね、めっちゃいい人なんだ。ということで、イベント終了。ナミキちゃんじゃん。ナミキです。ちゃんとゴルフユーチューバー。ちょっとナミちゃん、ほとんど映ってないわ。違うんですよ、高いんですよ、違う。ゴルフユーチューバーとしてもトップに君臨してますからね。いや、もちろん。でも今ちょっと見てたら上手すぎたんです。いやいやいや、全然そう。申し訳ないな。ちゃんと対決してね。そう、やっと勝った暁には何か買ってもらえますか。え、役です。それはもう、え、ほんと今度コラボ、ぜひお願いします。すみません、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。急にクラブになってきたね。急にクラブ、ここから。カメラマンダウンだよ。レミさん。ということで、はい、パーティーでした。パーティーでしたね。めっちゃ仕事しちゃった、ごめんね。あ、結構大仕事してた。大仕事を推薦してたわ。楽しかった、見てて。本当に、うん、しかも挑戦したしね。うん。してない。ちょ、頼むわ。待って、してないよ。しているのよ。ごめん、急に俺が呼んじゃった。あれ、手挙げてないですかね、電波。別にデッポ急に呼んじゃったんだけど。オッケーオッケー、めっちゃちゃんと使うじゃん。ちょ、聞いてるよ、俺の話。うんうん。やっぱ、プロになんか花持たせようかなと思って。ダサいわ、一番ダサい、これが。楽しんでもらえたな。よかったわ。まあ、でも目の前でプロが見えたりとかね。キサツメプロなんか最近勝ってるわけだから。すごいね、やっぱり。違うね。俺、正直ちょっと勝てると思ってた。距離とかの問題でもないかも。それが見れたのも良かったし、こうやってね、テーラーメイドとしては初のレッドブルとのコラボですけどね。すごくね、これ今日のためにこれ作ったんだね。すごいよね。金かけすぎだって。かけすぎなんだよな。さあ、改めてですけども、こちらレッドブルーとですね、テーラーメイドのコラボのドライバーステルス2ウェア、下にも着てますからね、今日僕たちね。そうそうそう。じゃあ背中見せて、背中見えてる。見えてます、ほら。こういうのとか。同じ？いや、違うかな。あ、違うか。こういうのとか。こういうのとか。こういうのとかね。聞いたらさ、レッドブルーの俺の、うん、このフォントでテーラーメイドって言ってる。だから、おー、そういうこと。これだけらしいし、すごいやつじゃん。割と割となんか、マジで嬉しい、これ。本当に。しかもここにもレッドブルーのマジで入ってたりと。はい、入ってますね。このね、コラボレーション、まあ、インターネット、もしくは銀座店でですね、お買い求めいただけますので、いや、これ本当、急がないとすぐなくなってしまいます。皆さん、ぜひぜひ、お買い求めください。いや、あとね、こうやってボールとかも、もうやばい、紹介するもの多すぎるね。これもね、もらいましたから、さっき。あ、そうじゃん。そうそうそう、もらいました。けど、これで1500円ぐらいするから。めっちゃいい、これ。ちなみに1球500円なの。はい、今見えてんの。あ、そう、めっちゃ高いもん。ボール市場の中で結構高いもん。楽しかったね。パーティーだったね。パーティーだったね。まだ上でイベントあったりしますんで、最後までちょっと2人で楽しんで帰ろうと思います。ありがとうございます。楽しみましょう。いや、楽しみましょう。ということで、デッパちゃん、あ、デッパちゃんの方の、リキシブシャバタン、はい、チャンネル、そしてですね、ジャンダラリンという洋服のブランド、はいはい、これもネットで買えたりしますか。ネットで買えます。はい、じゃあそっちの方の URL も、僕の概要欄につけておいたりしますんで。さあ、ということで、今日はテーラーメイドとレッドブルコラボのパーティーに潜入でございました。デッパくん、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。そしてこちらの新しいコラボ曲。作ります。